とがめ県は、愛知県豊田市出身のプロ野球選手、宇藤右みち、埼玉西武ライオンズ所属。小学校4年生の時に、豊田ラで野球を始め、中学生時代は、豊田リトルシニアでプレーし、3年生の時に、全国大会出場を経験した。愛工大名電高校1年生の時に、監督の指示で投球フォームを、 今までのオーバースローからサイドスローに変更した。チームが優勝した3年生時の第77回選抜大会では、準決勝の対抗部国際大府高校戦に2番手で登板し、4回を投げ1失点だった。第87回全国選手権1回戦の大心ミ高校戦では7回に2番手で登板し、同点の延長13回に決勝点となる2点を、 奪われ、チームは敗退。高校時代は2学年上に、土上剛弘、博1学年上に、丸山隆同級生に、柴田良介、1学年下に、土上直道、2学年下に、柴田翔吾がいた。日本大学では1年生の春から、トートリーグ戦に登板。一部での大学通算成績は21試合50回、1、3を投げ0勝1敗。 防御率3.58で、二部通算では30試合に、登板し7勝7敗だった。大学卒業後は、JR 東日本に入社。1年目、第81回都市対抗野球大会1回戦で、9円登板し、1回を投げ、無失点だった。2年目の2011年、10月に行われた第39回、アイブフワールドカップの日本代表に選出され、2試合での、 先発登板を含む3試合に登板した。2011年10月22日から行われた第82回都市対抗野球大会では3試合に、先発登板、計14回1、3を投げ出三振13、自責点3だった。決勝の対 NTT 東日本戦では、同じドラフトで、同じ西部から2位指名を受けた、小石弘高と投げ合い、自身は2回1、 三を投げ交番したが、チームは勝利し初優勝した。この大会では、大会優秀選手に選ばれた。2011年10月27日に行われた2011年度ドラフト会議にて埼玉西ブライオンズから一巡目指名を受けて、契約金1億円プラスでき高5000万円、年俸1500万円で契約。背番号は21。2012年2月23日に、 初の対外試合となった広島東洋カープとの練習試合に先発登板し、3回を完全に抑えた。開幕2戦目で先発するプランがあったが、実際には開幕は2軍で迎えた。5月30日の対広島戦の7回に、プロ初登板し、1回1、3を投げ、無失点だった。6月6日の対中日ドラゴンズ戦では2点リードの6回に、登板。 二回を投げ、無失点で、初ホールドを、記録、24日の対オリックスバファローズ戦で1点ビハインドの7回に2番手で、登板、二回を投げ、無失点で、その後チームが逆転したため初勝利を挙げた。7月19日に行われた、フレッシュオールスターゲームでは、イースタンリーグ選抜として8回に9円登板しに、失点だった。10月3日の対東北楽天ゴールデンイーグルス。 戦で初先発し、6回0、3を投げに失点で初先発勝利を挙げた。2013年は開幕を1軍で迎えた。3月31日の対北海道日本ハームファイターズ戦に先発登板し、同年初勝利を挙げ、前年からの無敗での連勝を7とした。日本人選手でプロ初登板から無敗の7連勝は2001から2006年に 愛嬌昌司が記録した8連勝に次ぐ記録で、パリーグにおける7連勝は、1955年のマルコ・ヒロシ、1985から87年の松浦・博明の記録と並んで前期の愛嬌と1956年に稲尾和久が記録した8連勝に次ぐ記録。なお、4月7日の対オリックス戦に先発登板した際に負け投手となり、記録は7連勝で途絶えた。 22日の対日本ハム戦で初完封勝利を挙げた。5月14日の対東京ヤクルトスワローズ1000に先発登板し3回にプロ初打席に立ち結果は見逃し三振だった。この年無支給試合数にはリーグ最多だった。2014年開幕前に新監督の井原春樹からクローザーに指名され4月2日の対ロッテ戦でプロ初セーブを 記録した。しかし、チームの先発投手の駒不足もあり5月には、先発に配置転換された。その後股関節を痛めた影響で、7月6日の対、オリックス戦を最後に一軍での登板がなかった。2015年4月7日の対日本ハム戦で、先発し復帰登板を果たしたが、5回を投げ4、失点で敗戦投手になった。監督選抜により、 オールスターゲームのメンバー入りし、7月18日の第2戦において3番手として、9円登板し、2回を投げ6失点だった。この年、勝利数11と投球回数152回は、どちらもチーム最多で、チームで唯一規定投球回を投げた。11月に行われた第1回、WBSC プレミア12の日本代表第1次、候補選手に選出されたが、 最終ロースターの28人には選ばれなかった。2016年は、オリックスとの開幕第2戦の先発に起用された。6試合目の当番となった4月29日の福岡ソフトバンクホークス戦でようやく1勝目を記録したが、開幕から7試合で1勝2敗、防御率7.04と振るわず、5月12日に1、軍登録を抹消された。 6月24日に再登録されると、その後はリリーフとして登板。7月23日のソフトバンク戦から先発に復帰。5試合に登板したが、2勝3敗、防御率5.58と結果を残せず、9月2日に登録を抹消。その後一軍へ昇格することのないままシーズンを終えた。この年は21試合の登板で、4勝6敗1。 ホールド、防御率は自己最低の6.31に終わった。2017年は8勝を挙げたが、クライマックスシリーズファーストステージでは、第2戦に先発登板をするも、敗戦投手となる。2018年は2段モーションの新フォームに取り組んだ。22試合に登板し、5勝8敗と負け越した。2019年は19試合に登板したが、 5勝6敗と2年連続で負け越した。クライマックスシリーズファイナルステージでは第3戦に先発登板するも敗戦投手となる。10月30日シーズン中に取得していた国内 FA 権を行使した上で西部に残留を表明し、12月5日に年俸変動制で3年契約を結んだ。2020年は6月の開幕を二軍で迎え、9月1日に リリーフとして、ようやく一軍に登録される。同9日のオリックス戦でシーズン初登板、3回、1、3を1失点と高騰し、勝利投手となった。同22日の日本ハム戦でも3回無失点と、高騰する。しかし、その2日後にも先発、伊藤翔が3回1、3で越され、中1日で、ロングリリーフを任される。1回1、 3で6アンダ6失点と打ち込まれ、翌日に登録抹消となった。10月に先発として1軍復帰するも、先発3試合目で5回11アンダ8失点と打ち込まれ、その後の1軍登板はなかった。投球フォームはサイドスロー。直球の最速は時速 151km で、変化球はスライダー、カーブ、シンカー、シュートを投げる。 ソフトバンクの松田信弘を苦手としており、松田との通算左打率は2018年シーズン終了時点で、619、基本塁打は9本。特に2018年は、開幕からソフトバンク戦3試合連続で、ホームランを打たれてしまうなど14打数7安打後、本塁打の不成績を残している。このことに関して、監督の辻初彦は、本当に打たれるね、あいつは。 もういい加減ちょっと。あれだけ踏み込まれると打たれる。しっかり、インコースに投げ切らないと、勝負にもならないということと苦言を呈しており、とがめ本人も、対策はしているけど、タイミングが合うんでしょうか、とコメントを残している。フィールディング、特に送球を苦手としており、プロ入りから8年連続で失策を記録。2020年、プロ9年目にして、初めて失策例でシーズンを終えた。 ありがとうございます。